国際緊急援助隊は海外で発生した自然災害や建築物の倒壊など人為的災害に対して行う主に人的支援のことを言う日本の国際貢献の一つである地震や台風など自然災害が多い日本で培われた経験やノウハウを海外の災害で活かすべく1987年に施行された 国際緊急援助隊の派遣に関する法律が活動根拠である。1992年 PKO 法成立と JDR 法改正により、紛争に起因する戦災が PKO、それ以外の自然災害が JDR という区分になった。被災国の要請により、政府が国際協力機構の調整の下で援助の目的、役割に応じて外務省が 各関係省庁の協力のもとに編成する救助チーム、医療チーム、専門家チーム、感染症対策チーム、自衛隊部隊の号タイプのチームを派遣する。救助チーム、東京消防庁の国際消防救助隊、消防庁の国際消防救助隊、警察庁、海上保安庁の隊員により編成され被災者の捜索、救出にあたる。主な構成は、総務省消防庁、 警察庁、海上保安庁、JICA から各1名ずつ副団長が参加し、隊員は全国の消防本部、警察本部、海上保安本部から選抜されている。副団長には各担当があり、計画、情報分析担当を、消防庁、安全管理担当を海上保安庁、広報、記録担当を、警察庁、連絡調整、 路地担当を JICA が担当することとなっている。さらに災害救助券及びハンドラーと救助チームの健康管理を担当する医師や看護師などで構成する医療班、耐震や建物などの構造評価専門家、業務調整員なども含まれ現在は救助チーム全体で69名体制が基本である。警視庁の国際警察緊急援助隊なお、 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行される前は海外に救助隊を派遣する。1987年9月に国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行されたために現在は国際消防救助隊も国際緊急援助隊救助チームの一員として派遣されている。2010年に国連人道問題調整事務所が主催する。 国際都市型捜索救助チームの能力評価を受験し、最高レベルの救助能力評価のヘビー級チームの認定を受けた。医療チーム医師、看護師、薬剤師、医療調整員、業務調整員などから編成され被災者の診療、応急処置にあたる。専門家チーム自身や耐震、感染症、火山などの技術者や研究者、消防などの政府から、 民間の専門家で構成されており、対策と復旧活動などの指導や支援を行う。感染症対策チーム2015年10月に新たに追加されたチームであり、海外での大規模な感染症の流行を最小限に抑えるための活動を行う。自衛隊部隊防衛省の陸海空自衛隊によって構成されるよう、防疫などの緊急援助活動や物資の輸送活動、 被災地復興のための復旧活動などを行う自衛隊海外派遣の一つ。捜索、救助活動はあくまでも災害救助隊を有する消防等によって編成された救助チームが担当するために自衛隊チームは主に医療支援や広報支援、復旧、復興活動が任務である。勘違いされ、安いが災害現場での捜索救助は消防の専門であり。 自衛隊の専門ではない。派遣される場合は、国際協力機構から調整員、自衛隊部隊を除くチームは、外務省が中心になって編成するために、外務省から団長が参加する。救助チーム、医療チーム、自衛隊チーム詳細は、自衛隊海外派遣国際緊急援助隊を、参照専門家チーム。ありがとうございます。